はい、酒井養魚場さんのこちらも単調三毛、サイズの方が39センチです。お願いします。はい、こちらも酒井さん単調三毛です。タンが非常に綺麗にですね、真っ赤に色も上がっております。そして炭の位置、大きな炭がボン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 と出ております。こちらの炭ももっとギュッギュッギュッと締まってくると、さらに色も濃くなり、派手な豪快な単調三毛になってくれます。はい、おります。はい、真っ赤ですね。少しまだ肌が黄ばみが残っております。サイドです。2番ひなどは一切ございません。サイドです。はい、お腹です。幅もありますね。この大きい炭、迫力のある炭が非常に魅力な単調三毛です。その肩の炭がもう少しガッツリ出てくれるとまた見栄えがさらに増すんでしょうけどね。やっぱり細かい炭がボボボってあるより、こう大きいのがドンドンドンってあるのが非常にいいですね。はい、こちらも炭の配置はいいので、もう一仕上げ、そうですね、という感じですかね。はい、はい、いかがでしょうか。こちら酒井養魚場さんの単調三毛、サイズの方が39センチ、お酢になります。ぜひよろしくお願いします。